ちゃんと伝えたいものみたいなのがその本にも音楽にもやっぱり一貫してると、そのお客さんにもやっぱり伝えた、読んでもらえる人にも聞いてもらってる人にもその伝えたいものが届くと思うので、ちゃんとそういうコンセプトだったりとかそういうものをしっかり持ってるとどちらとも芸術足りうるのかなっていうのは思います。はい、例えば通りがかったアパートの、電灯がチカチカしてるとか、なんかそういうものに音楽ってすごい近い気がしていて、小説とか文学っていうのは文字を読むっていうことは結構それと近い気がしましたね。流れていくものの中にあるこうちょっと違った面を見せてくれる違和感というか。Oh,
さする指で固まる光揺らす寂しく歌う君を精神世界みたいなのが好きで、歌はメロディーとか楽器の力でそこを表現していくっていうものだと思います。落ち込んだ時に本を読むんですよね私は、その時の方が言葉が響くから、そういうのに興味があります。最近ずっと
思ったりして。音楽と文学でまずすごい韻踏んでるなって今思いましたけどあ、気持ちいいなと思って、感じ違いますけど、自分がやってる音楽は言葉が入ってるものなので、まあつながりがあるっていうか、うん、言葉を扱ったものというのでは、うん、同じところはあるかなと思いますね、うん。無難な感じで組み立てて積み木のようにとても丈夫に笑いの中に愛の種隠しやすくて見つけやすくもあるけど、黙ってないで話さないとわからないよ、ダメな言葉で話してごらんなさい。大事なんだろう、その思いを話さないで聞いてないのかい、話してんだぜ、ご覧の通り怒ってないけど聞いてないんだね。些細なヒントも気づかずに、ただ手のひら返しながら時計の会話で組み立てて微妙な空気を漂わせていたのに、黙って聞いて話さないとといいの、大事なことだけ話してみれば伝わるはずと思ってたのに、聞いてないのかい、自慢のポーズで笑い飛ばす大事な芸術に触れる時間とかは、まあ、
ちょっと日常から離れるかもわからないですけど、まあ、日常の延長としてやっぱりあるべきだなと思ってます。コロナ期間中もうちはほとんど影響はなくて、逆にみんな本を買いに来てくれたのですごく励みになりました。音楽家の、ね、文章もすごく好きですし、でまあ楽しみですよね。本も音楽もやっぱ楽しみというか、グッとくる瞬間がどちらにもあるかもしれないですね。私の大学出て一回就職したんですけど、はい、なんかその時にいろいろ悩んでた時に、うん、これをもらって、私も今ちょっとなんか昔読んだのがすごい前だったので、うんうん、読み返してて、はい、なんか6章あたりなんですけど、はい、疲れ、怠け、遊び、休むことの復権っていう怠け、はい、怠けの復権とか、なんかいいですよねって思って好きな本屋さんとかありますか、お二人よく行ってるお店とか。ね、いや、いい本屋やなって思うとこいっぱいありますけど、うんうん、なんかなくなったりするじゃないですか、割とそんな本屋なくなる、なんか最近もニュースなってたけど、うん、なんかその空いた時間とかに本屋さんに行って、その、うん、本屋さんって自分が興味あるもの以外もブワーって並んでるから、そのまあ大げさに言うと、その世の中で今こんな感じなんやみたいなのが並んでるっていうか、はいはい、そういう面もあるかもなと思って、うんうん、あと平置きになってるので、なん傾向とかも分かるかもしれないし、うんうん、なんかね、書籍になるならないのそのなんていうラインみたいなのもあるし、なんかだからそういうなんかだからいっぱいあってほしいですね、本屋さん。2年前にアダンの風っていうアルバムを出したんですけど、そのアルバムを作る前に初めてプロットを書いたんですよね。小説まではいかないけれど、それに近い台本みたいなもの。その時にもう生き物が何か嬉しかったり悲しかったりする時に、どこかで発光してるんじゃないか、光を発しているんじゃないかっていうことから作り始めたので、私たちって小さくいつでも光ってる、発光しているんだなって思って、それはきっと小説とか文学や音楽や言葉や垣根を越えて生きていく、ずっとテーマになっていくんじゃないかなと思います。アダンの風からイースターリリーです。夕日
まあ、音楽の楽はこう、ね、日本語だと楽しみが、ね、ついてますけど、まあ、他のはこう学ぶがついてるじゃないですか。で、まあ、音楽も同様に多分その楽になるようなそのいろんな知識とかノウハウのまあ積み重ね で、ね、皆さん演奏されたりとか作られたりとかしてるもんだと思いますし、そのフォーマットは割とそういうもんだと思うんですけど、何かを与えるために体系立てて作るものっていう意味ではすごく音楽の作り方と 文学って言われるものの その文字の紡ぎ方とか説明の仕方っていうのはすごい共通点があるんじゃないかなと思って。普段バンドやってるんですけど、こうやって一人で、歌を歌わせていただくことっていうのもそんなにありそうでなくてですね、バンドっていいなと、一人の時は思って、バンドの時は一人で 歌いたいなみたいなことを思うっていうね、なんかそういうことが多いんですけど、ちょっとバンドのですね昔の曲なんかもちょっとやってみます。滲む汗、目覚めたら懐かしい声がする。昼休み気の抜けたサイダー流し込む流し込む踏切を
さよなら。